リアージュチャンネルのゆきとちゃんです。今日は久しぶりの放浪酒場、はい、第4回浅草編で、おー来ちゃいました。で、今日はなんと特別ゲストじゃらモネが参戦で、初参加、いつも通りやっていきましょう。やっていきましょう。はい。レッツゴー。ちょっとりあえず、なんかどっかお店入るの？喉乾いたんで、ビール買います。コロッケついてる。ハニーチーズコロッケと、チーズメンチ有名で。そうなんですよ。テレビとかでやった。はい。生3つ。乾杯。浅草コロッケ。うん。しながらの。うん。何入ってる？玉ねぎ。うん。じゃがいも。じゃあコロッケって感じ。ソースなくても味する。うん。この辺。これがハニーチーズコロッケ。うわ。うん。うん、うまい、うん、まあ、うまい、うまい、ハニー、うん、なんかちょっとでも甘い、ハニーか、浅草メンチ、うーん、すごい、かわいい、うまっ。食べ歩いたらダメなので、ここでサクッと食べて次行きましょう。サクサク楽しい。この二人手つないでる。ここでハッピーステンで。あ、黄色にしようか。次は。はい、あるあれは肌でくれるなら。やったー、嬉しい。人情の町や。ありがとうございます。やったー。ぜひ皆さんも来てください。ハッピー屋さん。着きましたい。一軒ずつ。ホッピー通り？そう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 。一軒ずつ潰していく？通りを。せっかくなんで。やっていきますか。行ってみましょう。90分のドリーワンドリンクワンフード。うわ。まずは私が姉貴に、はい、おっとっとって言ってね、まだかな、まだかな、うまい、上手。それでは皆さん乾杯。コップが小さいな。もうさ、おままごとだよね、これね、おままごと。ちいちい、ポポちゃんにあげるやつみたいなさ、さっきやったら。だからね、なくなり、これは戻るんだよね。秒で開くで、3本。イケメンじゃない人もこの世にいないんだよ。お前の好みの問題だ。早く行こう。おっとっと。楽しいね。久々に外出れましたから。やっと来れました。マスターお料理。ましたー。エシャロット。牛すじ煮込み。食べていきましょう。何選ぶ？一番好きな。これだね。やっぱり。最高です。やっぱうまいっす。おすすめ商品だからね。これね、言ってないのに伝わる美味しさ。
どうぞ。水ある。いや、お前やめろ。それやめてくれ。マジでやめろ。そもそも火はいただいて。全国民が思ってる味。これを振ってったらちょうどいいのか。でもそれはもう用法用法よ。切ってるのかわいい。でも3年間それともオタクじゃん。それともなんかもうクッキンスタジオの人みたいな。下から泣くの。え、歯痛くなっちゃった。あ、こういうこと。応援団みたいな。あ、かわいい。なんか昔のアイドルみたいな。なんてなんてアイドル、素敵なアイドル。思ったよりめちゃめちゃ人がいる。うん、ちょっと制覇しようと思ったんですけど、人がいすぎてどこも混んでて。ここは、あ、私の名前がみゆき。いけるらしいよ。同じ名前の店に。漢数字の3に幸せで。同じ。行きますか、みゆきに。行きましょう。いいね。ねえ、見て。からし明太子、しらすおろし、板わさ、もずく酢。最高です。ああ、うん。父ちゃんが超怖えよ。ごめんね。うるさいかな。いつごとちょっと。向こうに。どこもかしこも札幌らしい。なんかね、朝日あんなに近いのにね。ね。さあいただきましょう。乾杯。素晴らしい。相手にしちゃいけないの。やっぱ生ですか。おー、うまいわ。分かった。やっちまってんな。めちゃめちゃ美味しそう。だ、うまい。あのみゆきの感想をみゆきから一言。店員さんの対応が鬼良かった。いや、間違いない。素晴らしかった。次のお店だ。次のお店、この通りからちょっと一歩向こうなんだけど、ちょっと進んでいくと外れにしょうちゃんって店がある。しょうちゃん、うん、そこはね、多分結構有名なんだ。みゆさんが教えてもらったとこ行きます。じゃあ次はしょうちゃん。うん、映えてる。スタッフが、アシスタントのスタッフの方が。はい、行きましょう。次、さっきお兄さんが教えてくれたとこ、これじゃない？ほら、え、やっぱりさ、完璧だね。はい、それでは、乾杯。エア乾杯。で、それはさ、もう海割ってないから、チューハイ。モエシャロットはどこにでもあるのよ。あんまないメニューなのに、浅草は全部にある。だない。ないなんで映すの。ねえ、このコップいいな。乾
このコプリいいよね。あめちゃんあめちゃん、え、めっちゃ雨降ってきた。おしんこが喜んでる。キャピ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 、おしんこがキャピキャピ。今までの放浪酒場にないスタイルですが、お二人はどう思いですか。完全にもう出かれてますね。また頼んじゃった。お、いい音。こいつリアクションいいけど何も言わん。おいしい。あ、言いました。ありがとうございます。おいしい、いただきました。サービスエリアであるんだよ。どう食べてた。一生食べてた。前回の放送行きます。紹介してもらったお店はちょっと迷子。でも一本通りを抜けてって言ってたね。ひさご通り。はい、レッツゴー。がおすすめってことですか。決まりますね、これは。にゃむにゃむ言ってる。どう、ない、飲んだことない。え、すごい美味しい。めっちゃ美味しい。なんていうやつ。これ。めちゃめちゃ美味しい。チョコ。